お元気ですか、牧師美です。今回はですね、久しぶりのラーメンでございます。で、私なりに盛り付けてみました。醤油ラーメンでございます。ゆで卵に小松菜をね、ごま油で炒めて、さらにね、焼き豚にね、長ネギを乗っけてみました。本当はね、海苔とかもね、入れてもよかったなってね、今頃思います。で、お酒はウイスキーのサイダー割りでいきたいと思います。この寒くなってくるとね、やっぱり醤油ラーメンがね、食べたくなってきますけどね。あ、味噌ラーメンでもいいんですけどね。あの、醤油ラーメンはね、あんまりやったことがないんですよね。塩はやったことあるかな、で、醤油ラーメンは最近やってなかったんで、ね、久しぶりに、ね、やってみました。で、またね、インスタントラーメンとね、インスタントラーメンやカップラーメンとね、今度ね、またレトルトカレーもね、新しいの買ってきましたのでね、随時、動画配信いたしますので、よろしくお願いいたします。またね、プロ野球カードもね、また新しいのも買ってきましたので、ね、そちらもぜひ、届き次第動画出しますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録するかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。